今日はお家でもんじゃー。みなさんこんにちは、アオリーチャンネルです。今日はお家でもんじゃを食べましょう。やりましょう、やりましょう、はい、ということでママがいろいろ用意してくれました。はい、YouTube のね、料理研究家リュウジのバズレシピさんっていう方の、うん、参考にしてご用意しました。おー、はい、はい、そしたらなんと、そしたらなんと、なんと、なんと、それを見ていたらなんとオープニングがひーまちゃんちの曲でした。びっくりしたな、あれ偶然、偶然ね、うん、そうなんです。じゃあもう早速作っちゃいましょうか。こうぜ、はい、こうぜ。じゃあまずはこれでもう用意してます。そしたらまずボウルにこの小麦粉を入れてください。これ、はい、ちゃっちゃでご、ちゃっちゃでござい、ちょっと小麦粉を入れて、はい、はい、入れた。そしてかき混ぜながら、じゃあパパが入れてってもらおうかな。お水をかき混ぜながらお水を入れてください。いくぞ。片ずつね。でね、これなんかね、ダマになっても大丈夫なんだって。もんじゃは結構、これはもう水は定量の水がもうこの中入ってる。はい、入ってます。300入ってます。これ全部入れればいいんだね。そうなんです。パパ上手だね。なんでもんじゃ作ったことある？ない。初めてだよ、もんじゃ作るの。あおり家初。混ぜてね。ちゃんくそって言いたい。端っこの方だってぎっちぎちになってんの。くっついたまんまで。端っこがぎっちぎちになってんの。どうもあんまないよね。はい、そしたら入れて、おーちゃん。どれどっち？白だし。白だし。バーって入れちゃって。はい、入れちゃって。もう分量になってるから、ベアーって。ベアーって、ベアーって。はい、そしてウスターソース。はい、それ。ベアーって入れてください。ベアー。わー。はい、で混ぜてください。醤油だ。醤油じゃねえ、ウスターソースって言ってんの。醤油みたいだなと思って、はい、もう混ぜたかな。コーラみたい。混ざった。はい、もう混ざったらもうこれは OK です。はい、そしたらもうどんどんこの材料入れていくそうです。はい、キャベツ、キャベツザバ。そしたら次、小エビと揚げ玉を入れちゃってください。カメラに一切見せないんでしょ。はい、揚げ玉を入れましたか。入れた。はい、そしたらベビースターを、本当はなんかね、ちっちゃいやつをちょっとだけ、ちっちゃいのが売ってなかったの、うん、だからもうざっくりこう、バッていいと思うんだよね。一袋分、お前の感覚で。あ、そうだ、じゃあここにいるよ。そしたらもうこんなもんじゃないかなと。そうだね、思ってる。はい、ベビースター後で食べていい？どうぞ。はい、入った。入りました。はい、もうそしたらね、ちょっとこれぐちゃっちゃっさってなんかこう混ぜて、軽く混ぜる、うん、混ぜればいい。そしたらもうね、先にね、うん、そのね、汁はなしで、うん、上だけ焼きます。いい？いいよ。ちょっと油を、ごめんなさいね、このまんまでさっと、はい、ぐるりんちょ、ぐるりんちょっちょ。パパに任せた方がいい、いいんじゃないか。よろしく、パパよろしく。はい、で、これをはい、引いたぞ。はい、そしたらもうこの具だけ、具だけを、うん、いいですか、入れて。いいよ。はい、いいよ。はい、入れますよ。怖いな。大丈夫？大丈夫かい？怖い。大量すぎだろ。大量すぎ、怖い。はい、いいね。はい、すごい。ちょっと炒めちゃっていいそうです、こう、普通に。炒めちゃっていいの？そう。あれじゃないの、あの、こうやって輪っかにするんじゃないの。まずね、炒めるんだって、全体が。で、全体がしなっとしたらもう。あはははは、ははははは、ただ怖い。大丈夫。油多すぎたんじゃねえか。多すぎ。私いなきゃいけないけど、怖い。うん、なんでパパ置いて逃げんだよ。もう大丈夫だよ、じゃあ。もう跳ねない、もう跳ねない。しなっとしたよ。しなっとした？多分。ベビースター超いい匂いする。ね。いつも匂いで。沸かして。はい。ここに。ああ跳ねそう。はい、沸かしたよ。はい、入れるよ。いいよ。跳ねないやけ。ほらはい。あ、いい感じやん。そう。はみ出てきた。ああ。お、いいじゃん。もうこれであとは焼き上がるのを待つだけ。簡単。あるから。パパ置いてってごめんね。本当だよ。なんちゅう娘だよね。こういう時に本性がわかるよね。あとね、なんかお好みでね、一応それに乗ってたから、うん、明太子と。明太子？まあチーズと。うん、これで、ね、最後かけるのかな。
青のりかつお節。うん、青のりかつお節。あれはこれヘラは？ヘラあるよ。え、買ってきたの？うん。おお、すごい。百均に売ってた？百均で売った。やば。すごくね。これもなんか見たことないなと思って。そうそう。そんでね、これホットプレートだとね、鉄熱使うと表面のテフロンが剥がれちゃうから、こういうね、シリコンみたいなやつの方がいいって言ってたよ。プラスチックみたいな、溶けないやつ。そうそう、ちっちゃいのもね。これね、5個セットだったの。5個セット100円だったよ。安いよね。はい、で、これあれ見て、ショーケース。ビーン。右。上。めっちゃ関係ないけど、もうママとパパお年寄りだから。おしんこ必要だよ。おしんこを買ってきました。マジだな。もうちょいだね。もうちょいだね。早く食べた。もうお母さんいた。腹減ったな。そんな変な話。おしんこ出されてもさ、箸がなきゃ食えねえよな。これで食えってこと。だいたいそんなもんさ。手で食べろってことで。笑ってごまかしてるな、またな。おばさんはね、いいんだよ、それで。おばさんあるある。おばさんあるある。笑ってごまかす。ほら、白菜のおしんこかい。いいじゃない。うん、いいじゃない。いい感じじゃないの？ちょっと、うん、食った？食べちゃった。ああ、いいよ。じゃあちょっと待って、あれかけるよ。これかける。まずこれで食えばいいじゃん。まずこれで食ってみて。まずそれ食べてみる？家で。いただきます。熱いよ、パパ。うん、うん、もんじゃだよ、これ。大丈夫。うん、これベビースターが肝だよ。あ、絶対に。なんかね、ベビースターもうちょっと入れてもうまいかも。あ、ね、これ上に最後トッピングでかけるの、ね、あ、うまいかも、うん、ね。じゃあちょっと動画通りにやってみようか。かつお節と、うん、ママもこれ何もしてない分食ってくれ。ちょっと一回もらうね、うん、お餅入れたかったね。あ、お餅入れる。あ、お餅もありだね。これうまい。これあれで お店で食べてんのと味変わんないよ、うん、ほんとだ。なんかお店レベルって書いてあったの。お店レベル、これベビースターがそうしてんだよ。あーあ、こぼした。ああ、超ついてる。ママ、いられない。後で洗います。はい。現代人なんだからティッシュぐらいくれよ。あ、キッチンペーパーの何でもいいよ。キッチンペーパーの何でもいいよ。うん、これうまい。うん、うん、本当に美味しい。美味しい、美味しい、美味しい。で、次は何？そしたら、かつお節と、うん、半分ぐらいでしょ、ね、この、ここから半分。オッケー。あああああ、はい。ちょっとたこ焼きチックになってくる。うん、たこ焼きだよね。ベビースターかけますよ。かつお節踊りまくって。はい。もうほら、ちょっとやっぱお好みチックになるね、味が。ちょっとパパアレンジしたいな。いいよ。ちょっとさ、うん、関東人だからさ、うん、醤油。そう、ちょっと醤油かけてみたいな。じゃあちょっとかけるよ。ちょっと。はい、はい、隠し味程度です。あとここ明太子にすりゃいいじゃん。うん、明太子とチーズ。さて、醤油味はいかに。うん、おいしいな。おいしい。おいしいな。これさ、白だしもまたいいんだろうね、うん、味が。醤油フレーバーが好きな人はちょっと入れてもおいしいかも。ちょっと残して。ああ、もちろんもちろん。いや、でもこれ本当おいしいな。写真撮らせて。写真撮ってください。綺麗に撮っといて、あとツイッターで使うから。え、スノーだよ。スノーじゃねえ。スノーにしないで。スノーでもいいけど、なんで食い物スノーで撮るんだよ。フィルターで綺麗になるから。明太食ってみよう。食べてみて。こういうところを取りたい。うん、はいはいはい。これはあれだよ、店で食べたら勝ち組のトッピングだよ。これでいい？うん、うん。あ、こっちの方がいいよ。よくねえよ。まあ結論ね、ベースの味がしっかりしてるから何乗っけてもうめえ。あ、焦げちゃうね。ちょっと温度を低くしようか。やばいやばい、焦げてる焦げてる。下、ま、全部焦げてるよ。ああやばいやばいやばい。これはこれでありでしょ。これはこれあれよ。お餅見つけて、今細かくしたから。ありありのリンゴ、うん、じゃあその辺とりあえず温めておきちょっと温めようか。やったはい、うまっ。ちょっとこれをもらう。うん、オッケー。かわいい。はい、第1瓶完食。これすごい。これめっちゃうまいよ、みんな。これやったわ、うん、いいわ。もんじゃ好きな人。
お店クオリティ。じゃあ第2第2尾行こうぜ。もう油いかないで、油いかない逃げるとまた、はい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 、あ、ベビースターで乗せちゃった。おい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 ね、一回具だけ乗っけて、うん、ごめんなさいね。で、しなっとするまで炒める。夢中で食ってんじゃん、お前。お好み焼きより食ってんじゃないの。うん、なあ、じゃあもんじゃだね。おいしい。そういえば前食べた時もすごい食べてて、すげえもんじゃ食ってたんだ先に、うん、うん、よいしょ、入れるぞ。はい、いいね、いいね。こっち向いてパパ。よいしょ、これしかも適温じゃないこれ、すんごい、うん、よし、いくぞ。はい、はい、うん、第2便、ね、まだお餅硬いから ね、 ね、今ね、こうやってね、わけするとね、あの飽きなくていいよ。そうね、いろんな味が出て、うん、飽きなくていい。ここタラコ入れればいい。うん、タラコ入れ、明太子入れますよ。明太子入れてください、うん。こっちは餅ゾーンなの。タラコと明太子の違いって何？明太子辛いでしょ。辛いでしょ。高価な人に怒られるよそんなのも知らねえのかって。母ちゃん両方好きだ。この半分ぐらいに、うん、育ててきてる。お餅がどんどん柔らかくなってる。育ててるの餅。ほら見て、潰れたもん。そうか、うん、うまうま。熱いよね、お餅は大変に熱いよ。じゃわかってた。見てもバーンと抜けちゃう。めんどくさがり。めんどくさがり。舐めない。開けないんだ。チーズ好き。ちっちゃいなこれ。あ、でもほらもうすぐ溶けてくるよチーズ。うん、あ、うまそうじゃん。美味しそうだよすごい。チーズが美味しそう。はい、検証。タラタラ入れてみるから。ちょっとしかもピリ辛になるじゃん。うん、多分美味しいよ。こんなもんかな。うん、うん、これでちょっとさ、やってみるよ。できたから、ちょっとタラタラ入れ食べてみよう。うん、見た目は変わんねえんだよな。確かに。どこにいるの。このグループの中に入ってる。ちょっと食べてみよう、うん、ちゃん。どうかな。いたわ。うん、やっぱタラタラ2個だ。タラタラってさ、歯ごたえあるじゃん。うん、柔らかくなってる。味はあのタラタラの味が染み出てて超うまいよ。ちょっとピリ辛で後味。今暑さとも戦い。なるほどね。どう、おいしい。おいしいよな。ちょっとじゃあママも食べてみてね。ちょっとじゃあタラタラの、ま、ちょっとタラタラの感覚だろ。タラタラの後味、フレーバーがタラタラだろ。でちょっとピリ辛で、あ、ピリ辛のもんじゃうまいね。お菓子入れちゃってついいいんだよ。だってほら、ベビースター入れてるしね。だってほら、あの、お好み、何だっけ、イカフライとか入れるとこあるじゃん。うん、あの、お好み焼きだと。ほんとだ、おいしい。タラタラ、超柔らかくなってる。ちょっと最後にフレーバーがな。すごいおいしいじゃん。うん、ありあり。合う合う、これね。うん、あんちゃんは、うん、ナンバーワンは何。普通のやつ。普通のやつが良かった。あ、でもあなた、お餅ばっかり食べてるよ。お餅入り、お餅入りのってなんて。チーズはもうおいしいね。おいしい。やっぱお餅がいいんだね、あおちゃんはね。ああ、パパはパパちょっとかけさせて。パパ何かな、パパお醤油じゃない。パパ醤油フレーバーもせえし、この明太子もめっちゃうまいな。明太子おいしいよね。ああ、でこのタラタラもうまいな。うん、見て、変になってる。今回に関しては別にどれでもいいや、俺どれでもおいしいね。ああ、おいしいおいしい。見て、このまま食べちゃう。下地がしっかりしてるから何かけてもうめえわ。ほんとにおいしい。好きなもの、うん、結構食べれちゃうね。食えるか。うん、うまい。ほんとにおすすめ、皆さん。うん、じゃあもう夢中で食べてるから。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まだちょっと残って、まだ食べるからね、うん、動画を締めるってことね。ということで今回は初めてお家でもんじゃを作って食べました。うん、これ関東済みは最高だ。これ最高。うん、うん、マジうまい。うん、うん、またやりましょう。秒で食えるしな。なんならもう生で食っちゃってもいいんじゃないか。もうダメです、うん。タラタラびっくりしたね。タラタラうまい。つうか、あの、なんか自分の好きな駄菓子入れても美味しいんじゃない、うん、何入れてもうまいと思うよ。うまい棒、うまい棒でもあの砕いて入れても美味しいと思うよ、いや、マジ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 。駄菓子だったら何でもいいと思うよ。超離れてなければね。あ、でも梅干しとか入れても美味しいかもしんないな。あ、梅干しは好きな人は。私絶対、ママは絶対梅干しとかちょっとさっぱりするかもしれない、うん、何でもいいと思うよ。わさび
あ、全然いい。わさび海苔とかもいいんじゃない。あ、わさび海苔今度やってみようか。甘い方に触れても辛い方に触れても美味しい。美味しいじゃん。検証企画でどれが一番美味しい。じゃあ何がやってみるか。うん、そんな感じ。それじゃあまたね、バイバーイ。バイバイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。